殴りましょうか。さすがですね、秋山さん。ちょっと安心したよ。俺には人を見る目がないんじゃないかって疑心暗鬼になっていたんだけど、あんたはちゃんと野望を持った人間だったみたいだ。ヒロちゃん、迷ってたお前に腹くくって勝負せえて、けしかけたの俺。それから俺もきちんと腹くくらなあかん思うてな。お前には悪かったと思う。登場会をお前一人に押し付けたのは俺の責任だ。だから俺ももう逃げない。俺なりのけじめはつけるつもりだ。 久井さんのおかげで死んだはずになってた、あの谷村です。俺はあんたみたいな自分の手を汚さない、自分の足で動かない人間が大嫌いなんだ。あんたのために犬死にしていった杉内さんや久井さんのためにもちゃんとあんたを捕まえさせてもらうよ。この子、秋山さんの店であの金を見た時、 チャンスだと思ったんです。冴島さん、俺に言ったじゃないですか、極道のチャンスは一度きりだって。俺は今感じるんです。桐生さんならこの金なんか使わずに登場会を立て直してみせるって言うんでしょう。譲れるもんなら譲りたいです。 俺にも意地がある。俺を信じてついてきてくれた仲間に俺なりの生き様を見せてやる。あんたが昔俺に見せてくれたように。またこうして直接戦えるなんて思ってもみませんでした。でも正直、こうして戦えることが嬉しいですよ。桐生さん、やっぱり 職させていただきます。そうか、刑事としての行動を逸脱してしまうかもしれないってことですか。この人数相手に何ができる。お前も父親と同じように犬死にするだけだ。宗像さん、あんた全然分かってない。この町にはね、 たとえ相手が100人200人いるのか、たった一人で戦う人たちがいるんですよ。それじゃあ現場捜査の時の感覚、90年ぶりに味わってもらいましょうか。なら俺がちゃんとお前の思い受け止めたるわ。しっかりお願いしますよ。ああ、手加減なし。死ぬかもしれへんけど文句言うんや。 おりゃ、起動！来い！俺が登場界というダイモンの重さ、きっちり体で教えてやるぞ。行くぞ、キル！ Thank you.
あんたが宗形を捨てたとこまでは認めてやる。だが、人の金を使ってまで貫く正義なんてありゃしない。だから俺があんたを食い止める。いいでしょう。初めて出会った時からその覇気があってくれりゃこんなことにはならなかっただろうに。もう時計の針は戻らないんですよ。後悔しても始まらない。ああ、来い。ゾウ秋山、thank you.